子供と接する上で大切なところ、たまちゃんが心がけたところ、1個だけあります。これの特訓をしたんです、私は。そしたら人生が変わったんです。目の前の子供を信じ切るっていうことです。私そこから人生が変わりましたね、丸ごと。信じ切る、こいつ絶対大丈夫に決まってるって信じ切ることでした。信じるのに理由なんか一切いらなかったんですよね。例えばテストで100点取ったからお前のこと信じます、ね、難しい試験に合格したから信じます、なんか学級委員長とか生徒会長になったから信じます、そんな全然なかったんですよ。信じるのに理由なんか一つもいらなかったんです。根拠なんか何一つ必要なかったんです。自分が信じるかどうかなんですよね。私が目の前のことを、目の前の子を信じ切るって腹を決めた時に世界の全てが変わったんですね。不思議なもんですよ。だからね、たくさんの先生からめっちゃ不思議がられました。後になりゃなるほどね、まあ、私も若い頃はね、尖ってましたんで、まあ、いろんな人とトラブルを起こしましたけど、まあ、どんどんそれも丸くなっていくわけですわ。人生なんてね、川の流れと一緒ですからね。若い時はね、ぶつかるんですよ、いろんなところに。上流にいますから、ほんだ周りも尖っとんですよ。周りも尖ってね、なんで俺のこと分かってくれねとか言ってますけどね、自分も尖ってますから、心配しなくても。ガチガチに尖ってますから、みんながみんなね、お前のせいで言ってんだ、お前のせいで言ってんだみたいなことを言いながら、やがて中流に来るとね、うまい具合に角が取れてね、丸くツヤツヤしとる石になっていくわけです。ほんでね、途中からね、気づくんですよ。あれって、なんか気がついたら素敵な人しか周りにいなくなったみたいな。それはぶつかって角が取れたんです、みんな。そして自分も取れとんです。そうやってね、どんどん広い海に向かっていく、まあ、それが人生なんだろうと思うんですけど、だから若い頃にぶつかるのを避けてった子供たちは大変ですよ。若い時に避けてったら自分だけゴツゴツで、周りの人みんな丸くなってるから、みんな相手にされなくなるんですよ。ですよね。だからなんでこんな人生が、なんで俺だけみたいなこと言ってる人は、ぶつかるのを避けてきたからです。今からでも遅くないんでぶつかってください。ぶつかれば必ず角が取れるようになってますから、そのぶつかるっちゅうのがさっき言った毒を吐けっちゅうことですよね。もう手遅れなんてありません。今が一番若いんだから、毒を吐くんだったら今から。毒を吐くっちゅうのは自分の思いを伝えるっちゅうことです。自分が感じたことを伝えるっちゅうことです。その中で伝えていく中で伝え方が上手になるんです。でもたくさんの人が上手な伝え方を勉強して伝えようとするんですよ。何言ってんですかね。自転車に乗れるようになるには自転車に乗るからでしょ。自転車の乗り方の本をいくら読んでいくらマスターしても自転車に乗れんのですよ、ね、自転車に乗ってたくさんこけて泥だらけになって、そしてある時ようやく乗れるわけでしょ。そうやって、世の中できとんですよ。だからね、まだぶつかりが足りねえなと思った人はどんどんぶつかっていくっちゅうと、なんかあれだな、自分の思いを出していきなさい。目の前の人を信じきるっちゅうことやったらね、めっちゃ気持ちが楽になりましたわ。それまでね、世の中で信じられるやつなんて一人もいないと思ってましたからね、私ね。だから自分自身ですら信じられんのですわ、そうなるとね。だから世界は苦しかった、すごく。誰も助けてくれんのやから、俺一人で生きていくしかねえんやっつってね、私自分の腕を極限まで磨いていったんです。そしたらどうなったかっつったら、あの水の教えの通りになりました。どんどん離れていって一人ぼっちになったんですよね。あなたみたいなすごすぎる人と一緒に仕事なんかできませんとか言われるようになったんですよね。挙句の果てには私が受け持ったクラスを次の学年で持つ先生が露骨に嫌な顔を始めたんですよね。もうあなたのクラスの後一番持ちたくないって言われてね。でもその当時の自分は天狗になってましたんでね、そんな言うほどお前が努力すりゃええんじゃんみたいなこと思ってましたんでね。まあそのしっぺ返しは強烈な形で私にやってきましたけど、信じることが世界を変えるんだなっていうのはすごく自分の経験の中で学ばせてもらいます。信じることが世界を変えるんだな。
うまいことを言うことでもかっこいい言葉を残すことでも何でもなかった、信じるっていうことが全てを変えるんだなって、まあ、今でも思ってます。信じるってね、一番大きな力になりますよ。私これたくさんの子供から言われました。これ自分が辞める時とか学校変わる時とかに子供たちがみんな手紙持ってくるんです、私のところに。ほんでね、まあそれね、まあ機会があったら見せてあげたいぐらいですけど、まあ今どこにあるか分かりませんけど、他の先生から怒られたら超腹が立つのに、児玉先生から怒られても全然腹が立たないのが不思議でたまらなかったっちゅう子供が山ほどおったんですよね。児玉先生がお前大丈夫に決まってるやんっていう一言で頑張れましたっちゅう子供がいっぱいおったんです。不思議なもんですよね。何の根拠もない、お前なら大丈夫に決まってるやんって、ただそれだけなんですよ、私がやったのはね。でも自分もそうだろうなと思います。私がうまくいかなかった時に教育委員会の、まあその時はお偉かったでしたけど、その人が私を見出してくれてたんです。私がまだ空回りしとった頃にね。で、こいつすげえっちゅうのを見出してくださって、たまたま私の学校に来てくれた時に私の授業を見てくださって、こんなところにすげえやつがいるっちゅうて、たくさんの人に私を紹介してくださいましてね、この学校にとんでもないのがいる、児玉中とんでもないのがいるからっつって、ほんで、まあ、そのおかげで私教育委員会に行くことになるんですけどね。まあ人一人が私のことを信じてくれたから今の自分があるわけで、その人のために、その人どうすればびっくりして喜んでくれるかなっていうことしか考えてませんでしたね、その時。いかにしてびっくりさせたろうかと思ってましたんでね、もうギャフンって言わせたろうと思ってね。ほんでそんな仕事をしよったら、やがてたくさんの人に認められて、まあ、たくさん仲間ができましてね。あ、そうかって、信じる力ってこんなにも大きいんかって自分自身がまざまざと見せつけられました。親や教師ができることって子供を信じきることしかないんですよ、ね、それが親や教師の役目なんかなって思います。世界中の全員がお前無理って子供に言ったとしても、親や教師だけがお前なら大丈夫に決まってんだろうっていう権利を持ってる。世界中のみんながたとえ敵に回ったとしても、俺最後までお前の応援団長やからっていう権利があるのは親や教師だからこそだと思うんですよね。おそらくそうやって腹を決めた時に子供は変わるんじゃないですか。愛されてるっちゅう子供はもう土台が満たされるんで、伸び伸びと育っていきますよ。離れてても全然平気です。でもね、なかなかその愛が伝わらんのですよ。これが言わなくても分かってるとか思うんです、親はね。照れくさくて言えない、こんなことをね、あなたが生まれてきて本当に良かったって、あなたのことも本当大好きっていうのをね、普段照れくさくて言えんのです、親中は。だから照れくさくて言えんから2番目のことを言うんです。早く勉強しろとかね、早く風呂入れとか、あれ全部あなたが大好きの裏返しですから。あれ、言わんでもいいようなことを言う、言わんでもいいようなことを言ったら絶対伝わりませんから。どこの世界に早く起きなさいっつってね、愛されてるとか思う子供がいますかね。絶対いませんから、はっきり言いますけどね。そんな心読めるかみたいなね。だから早く起きなさいとか言う前に、 あなたのこと大好きよって撫でてあげるだけで子供起きますよ。え、何が起きたんやこの世の中に。早く食べなさいっちゅう前に、大好きなあなたのために腕によりをかけて作ったよっつったらね、何これって言いますけど、最初はね違和感を覚えて、子供も照れ屋さんですよ、はい、照れ屋さんだから言うんです、キモいとか、あれ全部照れですから、はあ、でもそのうち慣れてきますから、まあ、そしてそのうちね笑顔になっていきます。本当です。元ヤンがみんな言うんです、俺は親から捨てられたんだって言うんです。親から愛されてないとか言ってるんです。だからね、私ね、親に愛されてるかどうかのテストをそいつらにしていったんです。その結果、みんなヤンキーは親から大事に思われとったんです。でもどうやって接していいか親も分からなかったんです。そして子供も分からんかったんです。だってもう地球人対スーパーサイヤ人ですから、あなた
ね、なんか土俵に乗ったらなんか天下一武道会が発生するみたいに思ってるから、その土俵に誰も登らんのですよ。でもね、お互いに大事に思ってるっていうことが分かるだけで、綺麗に溶けていきますよ、心のと氷はね、はい、身内だからこそ溶けるのもあっちゅう間ね。世の中って素敵ですよ、皆さんが思ってる以上にね、信じてやってごらんなさいよ。タマチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。